事業再生版タイガーファンディング。いやでもね、やっぱ2200万今回必要ですと、はい、でそのうち1700万が今作りかけの家をなんとか完成させたいんでそれに使いますっていうね、はい、この22分の17そこに使われちゃうとね。そうですね、うん、で今話してた前向きなビジネスの方の話って22分の5じゃないですか、はい、使う金が、はい、やっぱ出しづらいよねこっちとして。そうですね、うん、今僕すごい借金背負ってるんでそれをとりあえず返したいんでほぼそれに使いますけどちょっと面白い話もあるんでみたいな話でしょ。僕もそうなるなとは思ってはいるんですね、うん、この話自体正直今もう父の方からも話上がってて売却に今出してて、それがだいたい今ローンの返済が残り2000万で価値としては多分6500万ぐらい今つくかなっていうところではあるんですね、うんうん、で一応まあ父と母の個人名義のものではあるので会社に2000万ぐらい当ててくれないかっていう話は今承諾は得てて、でそれが横須賀で6500万って結構高いんですよ、うん、なので正直それが売れるまではもう待てないっていうのが僕の見解です。つなぎ融資的な感じですよね。不動産ローン借りればいいじゃん、うん、不動産ローン、不動産を担保にしてローンって借りられますよね、うん、それじゃダメなんだ。そうですね、今銀行自体は多分そのちょっと支払い遅れがあったりとか、うん、そういうものもあったので、でこれまでずっと不動産の担保でローンを組んできたんですね、うちとしては他の融資も含めて、うん、あ、抵当に入っちゃってるってこと？で、は一応まだ入ってはないんですけど、うん、ちょっと入ってはいるんですけどっていう状態ではあるんですけど、うん、そのちょっとは返した上でっていう状態になるので多分今話に挙げてはいるんですけど取り合ってはくれてないっていう状態です。で、リノベーションするっていうけどさ、小沢グループ代表小沢達也、新卒金なしコネなしから創業、コンクリート圧送車両の保有台数は関東一、水害対策コンクリート .com でグッドデザイン賞受賞、 YouTube は1本目で300万回再生、わずか1年6本の投稿で1000万回再生を叩き出す、セメント生コンクリート業界の天才革命を、再起を図る強固な地盤を作り上げる。リノベーションするっていうけどさ、まあ、こんなのはっきり言って俺の友達もやってるんだよ、横須賀で、はいはい、リノベーションってね、はい、古民家リノベーションやってんの、うんうん、いないことはないのよ、こんなのやってる人はいっぱい。そうですね、でこのリノベーションに対して、ね、自社がやる何かよそとは違う特徴だったりサービスだったりそういったものがあるのかないのか、よそと一緒じゃ同じなつ、一応僕の見解ではあるんですけど、うんうん、そのデザインができる方々がこの事業には参入してこないかなとは思ってます。だからいるって言ってんじゃん。あの参入してこないっていうのは、わざわざ自分でこの物件を買ってまで、なるほど、買ってまでやらない、やらないかなとは。なるほど、へえ。なんで僕もきついんでこの事業計画を組んでたっていうところではあるんですけど、お金がちゃんと回ってたらもうちょっとデザインできるところは価値見出して、逆に仕事を選び、まあ言い方おかしいですけど、仕事を選ぶかなとは思います。きついってことですね。はい、でもこれレイマンドラって配信されるんでしょ、みんなに、はい、真似しちゃうじゃんみんな、まあ、僕真似してもいいかなと思ってて、逆にそれで市場的に盛り上がればやる意味がもっと出てくるかなとは思ってるので、もう市場がないっていうのが一番問題だとは思ってて、それで横須賀で確立されてれば投資家さんも、ああもう横須賀でデザイナーズ物件で賃貸ねってなればもっと簡単になるかなと思ってるんですけど、まだそこのパイがない状態だと最初は飛び込まない人も多いんじゃないかなとは思ってます。そうなんだ、考え方が全然違うから俺とさ。そうです、市場がないから面白いんじゃん。まあ、そうですね、ないから面白いじゃん、ね、だから独占でいけるんだ。そうですね、え、それはでもなんでよそさんまで参加させてそうですねこれでも手間の割に多分そんな儲かんないよね、正直。あ、手間っていうのは施工の、あ、もう含めていろんなその権利関係、はいとか整理もあるかもしれないし、多分手間と見入りが大資本が入るには見合わないビジネスのような気がするけどね。あ、うん、まあ、そこはあんま気にしなくてもいいような気がするんだけど、はい、俺は感覚的には、はい、うん、なんだけど、うん、でもあのリノベーション費用が250万って甘く見すぎてるような気がするんだけど俺はね。いや、本当に材料費ですね、それは。もうじゃあ施工費は？施工費はうちが今一人で社員大工一人抱えてて、うん、メインはそのものがやって、仕上げ系は僕が
やれるので。だって3棟で250万って1棟あ3棟分の今回値段なんですけど、1棟ずつ完成して1棟ずつ売っていこうとは思っていたので、今この3棟って書かせていただいたのは今もう話に上がってる物件の情報を入れたっていうような形、1棟を250万っていうような形です。だから1棟250万だよね、はい、そうだよね、1棟250万です250万で3棟買えるのかと思った。俺3棟購入の費用とそのうちの1棟のリフォーム費用っていうような形です。なるほどね、1棟あたり250万ね、はい、それを売るイメージなんですか、リノベした後売る。一人社員で結構レベルの高いパース作れるものがいるので、買った瞬間にもう同時に取ろうと思ってます、売りと貸しを。で借り手がついたらオーナーチェンジ、借り手がつかない状態だったら普通に投資家さんに売るというような。ちょっと割って入っていいですか、はい、さっきあのお話の途中でね、実はもう売りに出してるっておっしゃったじゃないですか、はい、で6500万の価値があると、はい、でまだ2000万円銀行借り入れがあるんで4500万は入ってくる可能性がある、はい、そのためのつなぎ資金っていう捉え方で合ってるんですかね。それも正直売れるかどうかは、売れるかどうかは分かんないんだ。で売れるかどうか分かんないし、当然すぐには売れないから、はい、そのお金が入ってくる目処が立たないから今日ここに来てるってことだよね。じゃあ変な話だけど、はい、今日ここで2000万円っていうお金が調達できた時に、はい、何か約定を書いて〇が売れた場合にはそのままそこでその2000万お金返しますっていうのは書けるわけ、はい、あそのつもりでも、そのつもりで来てる、はい、うん、でも売れるかどうかはそれは分からんわなはい、不動産なのでちょっと契約するまでは、うん、浮ついた話があっても、うん、まあ契約するまでは。じゃ逆にね、ごめんくどいように言うけど、はい、その2000万円を出すことによってあなたの〇を担保で取るっていう銀行みたいなことをやってもいいの。あ全然そこは。なるほど、うんうん、あんまりなんかそれが担保に入ったらどうこうみたいな話もなんか嫌だな、うん、なんか後ろ向きで。そうした方がいいとかっていう話をしてるつもりはないんだけど、うん、もちろんもちろん、はい、はい、なんか前向きにこう新しいビジネスの可能性を探る話をしたいもんね。そうですね、うん、だけどそこが終わらないと次に進まないと。正直そうですね、この事業自体、まあ、自分たちでできれば一番良かったんですけど、いろいろと待ってはくれない状態で、先ほどおっしゃっていただいたように会社を潰すかどうかっていう話にもやっぱりなってはいるんですけど、まあ、僕の判断っていうところでもやはりこの今いる方を終わらせないとっていうのもありましたし、ちょっといろいろと時間的に待ってくれない状態になってきてしまったので、うん、今の現状に至るような形です。いやちょっと厳しい言い方になるかもしれないけど、はい、株式会社ピナイインターナショナル代表茂木哲也、会社経営21年 IT 系を中心に4社を立ち上げ3社を M&A し売却、日本初のフィリピン人専門家事代行サービスを運営、事業拡大は止まらない。外国籍人材で未来を変える連続起業家の虎が志願者のマネジメントに切り込む。ちょっと厳しい言い方になるかもしれないけど、はい、俺そのお知り合いの方だったらなおさらちょっとすいませんって言って保険使うって手もあるのかなと思ってるのよ。多分家は作れると思うんだよね、あの保険、ね、作れます、なんとか保証みたいなのがあるじゃないですか。だから多分そういう意味でのご迷惑はおかけしないかなと思ってて、これ以上なんとかしようとするともっと工期伸ばして待たせてになるでしょ。そうですね、うん、だからその方たちのことを考えるとすいませんって言った方が誠意があるような気もするんだけどな。そんなことないかな。難しいです、なんかそこは、うん、まあ一組は奥さん方の実家で、うん、そういうのもできることにはできるんですけど、うん、なんかそこは踏み切れないというか、うん、いや分かるよ。もう一つは知り合いというか、うん、本当によくしてもらってはいたんですね。で関係としても今後も続けていきたい方ではあってっていうところで、分かんないです、僕がごめんなさい大人ではないのかもしれないんですけど、うん、そこの判断には至れないっていうところが正直な気持ちです、うん、いや分かるんだけど、分かるんだけど、はい、まあそもそもそのための保険じゃんかっていうのも俺あるし、はい、あと土屋さんって今いくつですか。まだ28でしょ。28です。こっからの人生の方がはるか長いじゃない。そうですね、ここでさ2200万借りてさ、はい、そのうち1700万かそのために使ってさ、残った500万で何ができるのみたいな、はい、でも借金になってるわけよこれ、はい、さらに正しいのかな、うん、その選択がって気はするけどな。そうですね、まあ、いろんな方とも当然たくさん話はしてる中で、うん、最後その2頭だけはもう本当に僕のエゴかもしれないんですけど、今後の僕の人生を
背負ってでもちょっと話せなかったかなっていうのは正直あります。ちょっとまた話しすぎますけど、そのなんですけど、はい、売れそうな感じなのか、その今自分の思ってる希望額で、満額は無理かなとは思ってます、うん、やっぱりちょっと強気な値段にはなってるので、うん、かといってすごいかけ離れた数字ではないので、うん、相場感的にもそうですし、うん、まあ、立地的にもちょっといいところにはあるので売れないっていう感覚はないです。もう今すでに売りに出されてる、一応もうその今話で、はい、いろいろと動いてはいます。うん、リノベーション費用250万だろ。はい。なんか金額がおかしいと思ったけどね、これね無理だと思うけど、こんな金額で、なんか僕は風呂しか買えねえ。僕逆にデザインやってる中で無理だよ、結構思うことがあって、今横須賀も特にそうなんですけど、いいものを入れてデザイナーズ物件ってしてる方が多いんですね。要するにキッチンちょっといいもの入ってますとか、うん、お風呂いいの入ってますっていう形でデザイナーズ物件にしてることが多いんですけど、うん、今回は何ていうんですかね、この土地敷地に対しての建築的最低限っていうか、まあ、僕が見てきた建築家の方々はみんなその敷地の問題を建築物で解決するっていうことをよくやっていて、うん、その中でいい床使ってるからいいものとか、いいものを使うから良くなるっていうところに着手してなかったんですよ。で、やっぱりそこは僕としても一番意識している部分でもあって、外とのつながりであったりとか、そういうデザイン部分で今回やっていこうと思っていたので、材料で良くするというよりはプランで良くするっていう方向で考えているので、材料費も抑えてたっていうような形ですね。そうなんだね。でも安すぎると思うけどね。だって250万のボロ屋だよ。そうですね250万かけたってそんな良くならねえと思うけど俺は。そうですね、まあ、でもそこ250万か350万かはそんなにでかい話じゃないかもしれないですよ、うん、今回の。ああ、じゃあね、小沢さん、でも小沢さん、すみません、小沢さん、はい、今日なんて言って言われてここに座っていらっしゃいますか、うん、なんて言われてきた、はい、いやオファーいただいたんで、はい、普通に、はい、でその事業再生版のタイガーファンディングっていうのはどういうものなのかっていうのは、はい、説明を受けてるんでしょうか。受けてるというか、さっきちょっと聞きました。さっきちょっと聞いた、はい、一般的な令和の虎とは違うっていう説明は聞いてますか。あ、聞いてます聞いてます。どういうふうに聞いてますか。そのなんか違うチャンネルだよっていうことしか聞いてない。いや、違うチャンネルだよだけでは困るんですけど、はい、いや、小沢さんを責めてるわけじゃなくて、なんか違うこと言ってる俺。いや、違うこと言ってるんじゃなくて、はい、普通のタイガーファンディングじゃないんですね、事業再生版っていうのは。困ってる。例えば、うん、新しいビジネス考えました、はいはい、僕にはお金がありません、うん、だから出してくださいっていうのは普通のタイガーファンディングなんですよ、はいはいはい、でも事業再生版っていうのは、はい、お金がなくてもこのまま行ったら多分会社潰れちゃうと、はい、だから、ここに来てますっていう前提があるんですね。あ、なるほど。で、うん、それに対して、うん、もちろん厳しい言葉を言っていただくのは構わないんですけど、うんうん、最初からずっと聞いてると、うん、彼を潰しにかかってるとしかもう僕には聞こえないんですよ、うん、甘いなとは思ってるんですよ。いや、甘いなと思うのはいいんだけど、彼のために言わないと。ほら、でも彼のために、うん、それでこれで終わってしまったら、うん、別に彼あなたから厳しい言葉だけを得るためにここに座ってるわけじゃないんですよ。分かる分かる。ああ、うん、で虎っていろんなことを聞いて、うん、何か彼が事業を再生できるために、うん、活路がないんだろうかっていうことを導き出すことが皆さんの僕役目だと思ってるんですね、はっきり言って。でも今までのこの時間使って、うん、悪いけど、うん、あなた、うん、潰すような言葉しか入ってないじゃないですか。そんなこと言ってないよ俺は。いや、言ってますよ。言ってない言ってない。だから金額少ないんじゃないの、もっと上げたらいいんじゃないのって、でもうちょっと金額もうちょっと見直した方がいいんじゃないのって言ってる。ダメだよなんて言ってねえよ俺。言ってねえから、そういったことは真剣に聞いてんだ。だから言うんじゃん。え、一番真剣に聞いてるのじゃあ俺じゃねえのかい。そういうこと何も言わねえじゃんか。だって知らねえから仕方ねえじゃん、そんな。え、真剣に聞いてんの俺だよ。え、真剣だよ。バカにしてるわけじゃない、本当のこと言ってるわけだ俺。彼のこと一番見てんの俺だと思うよ。いや、彼のこと一番多分分かってるのはあなただっていうのは僕も分かってるんですよ。あなたが専門家だからこそ最初にそう言ったし、ね、だけどなんかその中にじゃあこうしたらもっといいんじゃないのかって言葉はないですか。あるある。だからもちろん金額少ないんじゃないのって、だからなんで2200万円なのって
じゃあ3000万に今この場で買えたらダメなのって。あ、それはダメなんです。ダメなんだ、はい、だそういうルールとかもわからんけど今日初めてだからね。あとこんなお偉いさんたちがいっぱいいて俺はちょっとどう出ていいかわからないっていう時もあったからね。でそれ中でも一生懸命話聞いてやってるわけだけど、うん、いやだからね、これは僕はあの小沢さんを責めてるつもりなくて、うん、やっぱりここに出ていただくためには、うん、最低限そういう説明を本来運営側がするべきなんですよ、うん、すいません。あ、なるほど。マジで。なるほど、なるほど、ね、はい、で、うん、こういうものだよっていうことを分かった上で座っていただかなければ結果こういうことになっちゃうんですよね、うん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 、だ全然小沢さんに悪気ないの分かるんですよ、うんうん、だけどやっぱり本当にこう彼は勇気を持ってここに座ってるはずなんで、うんうんうん、何かこう建設的な言葉もこちら側からないと、うん、なんか単なる赤っ端書きに来たっていう形になっちゃうんですよね、うんうんうん、なんでもちろん厳しい言葉はいいんです。あの、うん、彼が甘いところもあると思いますから、うんうんうん、それはいいんですけど、うん、だったら俺だったらこうするけどねっていうのが、うん、少なくとも皆さんからあるべきじゃないのかなって僕思うんですけど、違いますかね、うん、でそれ俺以外誰も言ってないじゃん。でそれ分からないからさ、はい、ね、うん、はい、ね、じゃあそういうの言ってくれってなら言うよ。だから小沢さんなりに今聞いてて、うん、この彼がどうすればいいですかね。まあちょっとだから金額的なところも見直した方がいいと思うけど、でももう額が2200万だもんね。だって今だってニトやってるやつをそれただ引き渡すで残りが500万円ですって、250万じゃ足んないよねって。俺は足んないと思うんだけど、中身だけやって外壁はそのままどう考えても予算少ないと思う、割り当てがね、うん、うん、じゃあこの金額をどうやって工面するかとかそういったところを考えていかなきゃいけないよね、うん、で今家が売れるとか売れないとか言ってたけど、家ってマジでなかなか売れないからね。そんないい立地にあるわけじゃないと思うんだ多分。だそういったところが甘いから、じゃあそこをじゃあどうしようかってね、こういう話をするよね。おそらくですね、でしょ、うん、令和の虎って、うん、あの何かのルールがあるわけじゃないんだけど、うん、1000万超えるお金ってなかなかにハードルが高いんですよ、うん、出るのは。はい、5人の虎がね、ほとんどの人がレギュラーで出てるんで、はいはい、毎月毎月それの積み重ねだともうとんでもない金になるじゃないですか。確かになんとなくですけど、うんうん、志願者側にも、うん、このぐらいの金額だったらいけるかもしれないなっていう感覚があって、うん、その中で彼のこの2200万で、うん、2200万でもかなりでかい金なんですよ、うん、だからおそらく想像するに、うん、本当は絶対おっしゃるようにもっとかかるんですね。だけど最低マストでこれ1700万かかっちゃうじゃないですか、うん、借金返すっていうか、要はその、それでもうこれせいぜいこれに積んでもあと500ぐらいかなっていう感覚で来たよね。そうですね、今回の場合特に5人並んでるけど、金出すの殺すだけなんですよ、うん、そうなの。そう、ほらそれも知らないですよ。そうなんですよ。そうなんです。そうなんです。そうなんだ。皆さん4人は意見を言うだけなんですよ。あ、そうなんだ。はい、すいません、だから後藤さん、やっぱり良くないってこれ、はい、すいません、後藤さんのところの方がちゃんと、うん、あの小沢さんに最低限その説明しなければ多分今日この時間まで小沢さん自分が金出すかもしれないと思って聞いてましたよね。聞いてた。でもごめんなさい、俺すごい忘れっぽくて言われたかもしれない、俺が忘れてたかもしれない、うん、分かんないけど、うんうん、だからこれ大きな違いがあるんですよ。なるほど。でそれって結果的に誰にかわいそうかって彼にかわいそうじゃないですか、うん、そりゃそうだね、うん、だからもっぺん言うけども、これ決断するのが後藤さんだけで、で後藤さんも毎月実は収録に出てるわけです。で5人の中で金出すの毎回後藤さんだけなんでそうなんだ。そう、この前の収録も1500万出してるんですよ。すごいね。あ、1400万だ、茂木さん100万出したから、はい、となると、うん、この人一人で3000万4000万ってなかなか言いたくても言えない部分あるんですよ。なるほど。まあ助け舟出すわけじゃないんだけど、うんうんうん、やっぱりあの本当はそれぐらいかかるけど、もうこのぐらいでないと皆さんにはもう出していただけないだろうなっていう思惑は、うん、彼ら見てるとやっぱ分かるものがあるんですよ、うん、っていうのは分かってほしいですよね。なるほど、はい、じゃあなるべく後藤さんに金が出るようにね、こっちも考えをね、提案とか。なるほどなるほど、理解しました。はい、はい、お願いしますただでも小沢社長のおっしゃっていただいたことは考えてますし、うんうんうん、僕はあのそういう話もあるだろうなとは思ってこの場には来てはいて。なるほど。ただ建築は特にそうだと思うんですけど、うん、お金を積めば積んだだけいいものができてしまうっていうのはあると思っていて、うん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 、それだと逆に違いは埋めないんじゃないかなっていうのは、うんうんうん、正直この金額を叩く上でも、うん、多分こっちの努力というか、うん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 、そういう部分はやっていかないといけないっていうところ で、うんうん、で今回なるべく本当にお金かけないで事業として成り立つっていうところを考えて
持ってきてはいます、うん、で、うん、本当に小澤社長の言っていただいてることはよくわかるというか、うん、絶対無理だよねって無理だなと思ってた言われる数字だとは思ってはいたので、なるべくそこはあのいろいろと考えながらやっていかないといけないかなとは思いながらやってはいます、ねね、あともう一つだけ付け加えると、そのルールではあるんですけども、座っててご自身が、あでもこの子だったら俺行くばっか積んでやりたいなと思えば積むことは OK になります。あなるほど、はいはいはい、でもそれはこっちからの強制では全くないです。あ了解です、はい、なるほど。まあ、業者さんだったらほらいっぱいいるからね、そう、はい、水道屋さんだ電気屋さんだなんだってそういったのを紹介するたりね、はい、そういったことはできるしね、うん、まあ、横須賀方面だからちょっと苦手な場所だけど、はい、うん、なるほど。でちなみにまあじゃあそれだったら言うけど、俺も実はこういうのやろうとしてた、やりたいなと思ってた。だから内容的にはすごい面白いとは思う、うん、ね、本当にだってボロみたいな家型ってすごい値段で貸せるっていうのはそれはもう知ってたけど、はい、でそれが横須賀についての土地をまあよく知ってるんだろうね、はい、でそこでまあこういった場所が多いよって確かに言われた通りにその再建築負荷が多いのも知ってる、うん、あだからじゃあそれは面白いかなと思ったけど、はい、ずっとやっぱお金のことが引っかかってたのよ。そうです、ね、この資金じゃ続けらんねえんじゃないかなっていうところがあったわけ、ね、この2200万円でね、内容的には面白い、はい、うん、でもっと面白くしてほしい、はい、要はあの例えばデザインするにあたってよそとは違う差別化を何か図るとかね、うんうん、はい、そういうのが何もないなとは思ったの、はい、うん、うちだけはまあそういったまあ安くねやるっていうのはそうだけれども、うんうん、ね、そういったのが付け加えられれば面白いなと思った、はい、ただ俺はお金だね。そうですね、ここで話す話かは分かんないんですけど、うんうん、あのまあ、要するにそこがもうそういう状態になってたらその一帯もそういう状態ではあるんですね、うん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 、で本来それを横須賀市が買い取ったりとか、うん、どっか一社が買い取れれば、うん、多分道とかを入れることって不可能ではないんですよ、うん、でそれはやっぱり誰も今やろうとしていないっていうのは現実あるので、うん、誰かが見て価値がついていればその一帯全部こう仲間内で固められた時には、うん、まあ、何年後になるかは分かんないですけど、うん、市の開発にも回せるんじゃないかなとは思っていたので、うんうんうん、今後そういうのもあるかなと思って今回考えたっていうような形です、ね、横須賀市と一緒にできたら面白いね。そうですね、うん、そこはでもマストになるかなとは思ってます。うーん、これでも、まあ、土屋さん、はい、いや俺結構しっかりしてるし、うん、すごいいいなと思うんだよね。なんかちょっとごめんね、はい、お父ちゃんにちょっと若干腹立ってきてる俺皆さんそう言うんですけど、あのこれは、まあ、僕が例えば今すごくよく見えてるのだとしたら5年前に父が席を開けてくれたからかなと思っていて、うん、正直あそこで僕が父の下でずっとやってたら28歳の時点でここまでの計画は立てられていないかなと思っていて、まあ、経験もさせてもらったなとは僕は正直思ってます。まあ、代替わりって皆さんすごく苦労してると思うんですけど、代を受け継ぐ側の覚悟の方が僕は実は必要なのかなと思っていて、うん、僕としては経験の場をくれてここまでしてしまったのは実はもうずっと僕だと思っているんですね。この状態に最初なってるのは父かもしれないんですけど、受け継いだ時点で経営のノウハウ全部入ってれば正直ここまでなってなかったと思ってます。なので、まあ、この状態になれたのも明け渡してくれたからかなとは正直思ってます。めちゃくちゃ、ま、前向きですね。いい子だ。めちゃめちゃいい、いい話。めちゃめちゃいいね。その取りようによってはお父さんが投げ出したようにも、ね、取れるじゃないですか。父は出ないって一点張りでした。ただ僕がもう父とは正直絶対に話は合わないと思ったんですね。父がいる以上は僕が何かできないっていうのもありましたし、父って婿なんですね。で祖父から始まってる会社で、うん、父としては僕に明け渡すことが自分の使命だと思っていたと思うんですよ、うん、聞いてはないんですけど、正直、まあ、その時は僕も若かったんで喧嘩っぽくなっちゃったんですけど、僕が出るか父が辞めるかを選択させちゃったんです。僕が、うん、父が続けるなら俺は出てあの新しい会社を作って一からやるっていうような話だったんですね。でやっぱり父としてはそこ引っかかるなとは思ってたんで、あの その当時の話ですけど、なんで僕責任は僕にあるかなとは思います。まあね、親子のことだからね、うん、僕らが、うん、口突っ込むとこじゃないとは思うけど、はい、僕は土屋さんの今の考え方とかは大好きです、うん、大好きというかあの偉いと思うよ、はい、うん、
厳しい現状を受け止めながらも前向きに未来を見据える志願者。その言葉に虎たちの心が揺れ動く。迎える最終局面、虎たちが導き出す答えは。はい、ではですね、須谷さん、最後になりますけれども、はい、もう一声お願いしたいと思います。ラストステートメントです。今回、まあ、僕としては今回お金が融資として出なかったとしても、この問題自体は終わるまでやり遂げようと思ってます。で、その過程でお力添えいただけるならば、今回お力添えいただきたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ小沢さん、応援しますのボードを出していただくときには、うん、具体的にこういう形で僕応援できるよっていうことを表明していただくんですね。で、資金を提供するという場合には、その金額を言ってあげてもらうことも OK という形でやっていきます。もちろん今までの話を聞いて、いやこれはやっぱり無理だなと思えばごめんなさいを遠慮なく出していただければいいです。お願いします。なるほど。じゃあもうエッチョ調達できたら後藤さんがお金出したらね、はい、じゃあ応援しようはい、これは結果としては資金調達ができた暁には、うん、そうだね、ちょっと協力をしていただけるってことでよろしいですか。そうですね、さっきも言った通り業者さんだったり、はい、横須賀の方面でね、うん、まあ、知り合いもいっぱいいるから、そういったところでまあ相談に乗ったりね、はい、でうちも商社もやってるから、そういったところで材料とかもしかしたら、はい、まあ、販売とかね、そういうのもできるかもしれない。ありがとうございます、はい、分かりました。ありがとうございます。いい人だからね、はいありがとうございます、はい、佐藤さんお願いします。僕も今回は応援しますね。土屋さんの人柄と、横須賀市にいろいろと知り合いも多いし、情勢を動かせるような人間もいるので、まあ、話を聞くがうまくいった時にはうまい方向に事業展開できるように応援させていただきます。ありがとうございます。では続いて両さんお願いします。振動俺の立場わかります。彼の人柄めちゃくちゃいいし、そのお父さんとのやつも単純に感動して、本当応援したい気持ちがあるんですけど、何をそれこそしていいか分からなくて、はい、ちょっと横須賀土地勘も全くないですし、まあ、後藤社長に委ねさせてもらいます。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、続いて茂木さんお願いします。そう、めっちゃ応援したいけど、もう呂布さんと一緒ですね。もう委ねますはいはいはい、もうこれだね。わかりました、はい。呂布さんと茂木さんからは後藤社長に委ねますというボードでしたね。はい、では後藤社長お願いします。はい、今回は応援させてもらいます。ありがとうございます。お話いろいろさせてください。はい、よろしくお願いします。はい、後藤さんから応援しますのボードが出ました。ということで本日1日で後藤さん3500万でございます。おめでとうございますありがとうございます。はい、一旦受け取ってください。すいません、ありがとうございます。はい、土屋さん、今日の感想一言いただけますか。まあ、全体を通して事業自体まだまだだなとも思ってましたし、今日おっしゃっていただいたことを含めて改善するところは多くあると思います。ただ本当に僕が言えることとしては、絶対に逃げないし諦めないし、まあ、最後までやりきるつもりでいますので、今後とも皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、僕は今日ほど悩んだことがなくて、自分で何を悩んだかっていうと、これ後藤さんが出さなかったら後出しになりますけどね、僕出してました、はい、でただ僕が出した時にその後藤さんの立場っていうかね、事業再生版の主催としてなんかそれを僕は踏みにじっちゃうのかなとか、そういう気持ちがすごい片方にあったので、めちゃくちゃ悩んでて、神にも祈る気持ちで後藤さん出してくれって思ってたら後藤さん今日1本目も2本目も出してくれたんで、本当に後藤さんいいよありがとうって感じですよはい、一言のような気がするんですけど、なんかね、こういう人をやっぱり救わないと事業再生版の意味がないって僕は個人的にですよ、すごく思うので、これからいろんなことがあると思います。でちゃんとやっぱりご本人と話をした上で、はい、やっていただきたいと思うんですけれども、はい、これだけ誠実で素敵にちゃんと話ができる方っていうのはなかなか本家でも、僕はあまり見ない
タイプなので、僕は彼が最後に言った言葉はすごく信じたいと思うんですよね。はい、なんでなんとか踏ん張ろうよね。ね、はい、頑張って。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。横須賀の古屋をリノベーション、厳しい現状を乗り越えながら戦うタイガーファンディングは見事虎たちの心を動かし、事業再生への一歩を踏み出した。ここからいかなる未来へとたどり着くのか、物語の行方は続報を待て。